トラブルは愛知県内でも確認されています。マイナ保険証で他人の情報が紐付けられていたと回答した医療機関は愛知県が16件で全国最多。また保険資格の確認ができず一旦10割負担を患者に請求した経験のある医療機関の数も愛知県が最多の65だったということです。今日午後、名古屋市内では愛知県内でもトラブルが続出しているということで医療機関にアンケートを行った団体が会見を行います。愛知県保険医協会がマイナ保険証トラブルについてのアンケート結果を報告しました。オンライン資格確認でのトラブルを経験したことがある医療機関が約7割で、わずか2ヶ月ぐらいでこれだけですので、今後もっと増えればトラブルは多発するだろう。アンケート調査では専用のカードリーダーを設置している医療機関のうち、マイナ保険証の確認でトラブルを経験したのは愛知県でおよそ 70%、 岐阜県でおよそ 66%、 三重県ではおよそ 68% という結果でした。最も多かったトラブルはマイナ保険証が無効、該当資格なしと表示されるなど保険情報が正しく反映されていなかったとの回答です。他にもさまざまな困惑の声が。高齢者の方カードリーダーの取り扱いができないんで結局事務のものが手伝わなくちゃいけないから、窓口が混雑するとかですね、熱と患者さんいるんで発熱外来やってるんですけど、その方にいちいちカードリーダーなんかやってたら、それこそ感染の期間も増えるだろうなっていうことを私はちょっと心配します。メーテレが行ったアンケートでは、マイナ保険証などマイナンバーの活用についてどう感じるか聞いたところ、大いに不安を感じる人とある程度不安を感じている人が合わせて 80% を超える結果となりました。マイナンバーカードの保険証利用、現場の病院ではどのような声が上がっているんでしょうか。愛知県豊明市の藤田医科大学病院、マイナ保険証を読み取る機械をおよそ2年前に設置しました。マイナ保険証を使って受付してみると、マイナ受付を行います。まずマイナンバーカードをこちらのカードリーダーに置きます。顔で、はい、できました。カードを読み込んで本人確認をして、で同意をするしないをしたことで、もうこれでマイナ受付完了です。1日に40人ほどが利用するといいます。どうでしょう、現場の作業などで変化ってありますか。まだ利用が開始されてからそれほど時間も経っておりませんし、操作に不慣れな方もお見えですので、操作性の説明だとかそういったところを新たに加える必要が発生しております。その場では10割負担になってしまって、はい、保険証が変わったとかいう情報がリアルタイムにこう反映されずにですね、正しい保険情報が確認されないということがございまして、そういったご案内をさせていただいた事例は実際ございます。藤田医科大学病院ではマイナポイントの駆け込み需要があった2月からマイナ保険証の利用者が大幅に増えているということです。とりあえず持ってみて、でその紐付けもポイントがもらえるからっていう理由で紐付けをしました。健康保険証を忘れてしまいマイナ保険証を利用した人も、今日たまたま保険証を忘れちゃって、そしたらなんかマイナンバーでも可能って言われて、そしたらなんか受付されてくれて、代わりになんか大金払わずに診察受けるって言われてマイナンバーカード使おうかなと思います。使おうかなと思いました。こんな簡単なのね、っていう感じで、びっくりです、あんまりに簡単すぎて、一方でマイナ保険証を使ったことがない人は、
便利さとかもあると思うので、どっかでやっぱりマイナンバーに切り替えていきたいなとは思うんですけれども、やっぱ現状だとちょっと怖いかなっていう気持ちが強いです。病院は使い方によってはメリットもあると話します。どんなことができるようになっていくと、はい、このマイナ保険証というのは便利なものになっていくというふうに期待されますか？患者様の医療に関する情報が共有化されて、各医療機関でそれが閲覧できて診察にこう役立てていただけるということは、やはり医療の質の向上につながると思いますので、このあたりがですね、やはり加速するとより良い医療の提供ができるのではないかなと考えております。